どうもおはようございます。今日はなんと海に来ましたよ。そう、海風公園です。埼玉からはるばる、まだ7時前かな、朝4時に起きてきました。すごいよこのパーク。このパークは僕が10年以上前に初めて来たスケートパークなんですよね。それで後頭部打ってプールに入って、そっから5年ぐらいパークに行かなかったんですけど、そういう思い出の場所です。リニューアルしたというんで来てみました。で今日はペニーです。まあどんな感じか、人がたくさんもうすでにこの時間でもいるんで、あんまり喋りながら撮ったりとか難しいと思うんで、今日はそうですね、映像を撮りためてつなげて出してみましょう。じゃあまずウォーミングアップで緩くポンピングで園内回って、どういうのがあるかお見せします。海風公園、非常に楽しかったです。ここに来た目的は実はボールがメインですね。ボールの練習をしに来たんですが、撮ったビデオ見てそんな上手くないなと思いました。もっとやりたいんですけど、暑くてもう本当に何回かしかできないですね。今日はペニーニッケルで来ましたが、皆さん親切でボールやってる方にさっきビデオ撮ってもらいましたが、全然そういうなんていうんですか、排除するような雰囲気とかそういうのなくて、みんなフレンドリーですごいいいパークだと思いました。羨ましいです。セクションが全然置いてないところも平地がいっぱいあるので、走行の練習とかするのにも使ってもあんまり文句言われなさそうですね。こじんまりとしたパークだと邪魔に思われるかもしれないですけど、ここはそんなことなくて、良かったです。また来たいです。はい、ということで皆さん楽しんでスケボーを続けていきましょう。それでは最後までご視聴どうもありがとうございました。